数日前に私はこの自民党の安倍派の幹部を、まあ、東京地検特捜部は逃さずにちゃんと起訴しろよっていうようなそういうような趣旨の動画を出したと思うんですけど残念ながらですねこの安倍派の幹部っていうのは一人も起訴されずに終わるっていうような。 ことが、あの、まあ、ほぼ確定しましたっていうことで、裏金問題に関しては、まあ、安倍派、二階派、岸田派の、まあ、それぞれのその会計責任者っていうのが、まあ、略式起訴されて、まあ、立件されたっていうことがあるんですけど、裏金っていう形でそのキックバックを受け取った議員本人っていうのは、まあ、これ3000万円以上っていうのを、まあ、検察は、この起訴するかしないかっていうことの基準にしたらしくって、この3000万円以上の裏金を受け取っていたのは、この安倍派の大野議員、谷川議員、池田議員で、 まあこのうち池田議員っていうのはまあこの証拠隠滅しようとしたとかそういうことから一人だけ逮捕されたっていうことがあるんですけど まあそれ以外は1000万円くらいの裏金を受け取っていた人も、まあ例えば安倍派だと松野元官房長官とかいたと思うんですけど、まあ1000万円もその裏金を作っておきながら、まあ起訴しないっていうことで、今回はこの、まあ世論もかなり、あのほとんどもこの裏金問題に関して納得している国民っていうのは全くいなかったですから、まあこのネットとかで発信しててもね、なんかネトウヨからかなりそのすごい誹謗中傷みたいなコメントを受けることって私はあるんですけど、まあこの裏金問題について取り上げる動画には、 まるっきりそういうコメントつかないいんですよね、まあ、そういうのを見ても、本当ネット右翼からしても、まあ、こういう問題はさすがに擁護できないんだろうなっていうふうに思いますし、まあ、過去にこの自民党政権がここ最近起こしてきた不祥事っていうのを見ても、まあ、例えば森友問題あ、森友学園問題とか、あと桜を見る会問題とかだと、なんかそれを追求しているその野党が無責任だとか、もっとその生産的な政策的な論争に、 国会の貴重な時間を使えとか、まあ、そういうようなその行,行政監視機能としての,その国会の特に野党の役割っていうのを理解しないような愚論っていうのが あの、かなりネット上でも展開されてきたっていう風に思うんですけど、まあ、今回はそういうような、あの、議論っていうのはなくて、風当たりが自民党政権に対して強いっていうような状況が続いてきたと思うんですけど、まあ、そういう中でも、この、まあ、検察っていうのは、全く、あの、この3000万円とかいうバカでかい金額を裏金にしないと、その、起訴しないっていうことで、まあ、ほんとこの検察の、この権力の決なめぶりっていうか、自民党政権に、都合の悪い事件においては、その、ま、政権よりっていうか、その権力者をきちんとその責任を問うっていうこと とできなないんだなっていうふうに、改めて感じざるを得ないんですけど、まあ、これに関しては、その森友問題でも、佐川理財局長とか、そうした人間に対する責任を検察は、ろくに追及しませんでしたし、あと、まあ、桜を見る会問題でも、安倍元首相は起訴されずに、まあ、その秘書が略式起訴されたかなんかで、結局終わったっていうことで、て本当この日本の検察の不快ぶりっていうのは、もう言葉にできないくらい、くらい、もう民主主義の感覚が皆無な人間がいるんだなっていうふうに感じざるを得ないんですが、まあ、これに関しては、その刑事告発した、えー、まあ、この教授とかだ と思うんですけど、まあ、そうした人たちが、この検察審査会に申し立ててる、申し立てるっていうような、そういうような話も出ていますから、それに関しても注目していきたいと思うんですけど、そうしたその問題に関して、まあ、派閥をそのなんか解消するか否かっていうような議論が今、かなりメディアとかでも取り上げられているんですけど、まあ、これちょっとおかしいでしょっていうふうに思うんですよね。まあ、このちょっと違和感っていうのは、内越さくら議員っていう立憲の方が、あの、言語化していましたので、ツイッターで、まあ、それをちょっと紹介させていただくんですが、 ま、これ NHK がこの厳しい目が向けられる自民党の派閥政治、派閥の解消か存続か焦点っていうような記事を出していたんですけど、それに関して内越さんは、自民党や派閥の幹部らは捜査中を理由に説明を避けてきたが、問題の経緯や責任を明らかにする説明責任を果たす必要がある。 なのに、派閥の解消か存続かが焦点のようにずらされているタイトルも、っていうことで、まあ、本当ここで内越さんが書いている通りで、まあこの派閥を解消するか否かっていうのは本質的な論点ではないんですよね。まあこの問題に関しては、その、まあいろいろとその安倍派の幹部とか、この松野官房長官とか特にひどかったですけど、えー、国会とかでこの追及を受けたとき、なんか捜査中なんで、 答弁は差し控えます。ま然、あ、るべき時が来たらちゃんと説明します。まあ、今現在その精査中なので、まだ説明できません。とか、そういうようにかなり、その逃げるような全く詳細を説明しないような答弁とかをこのま裏返りに関わっていた大臣とか、自民党関係者っていうのは、もうみんなそんな感じの説明をしていてそうした中でまあ宮沢議員とかそうした人はあのちょっと説明しようとしたっていうことがあったと思うんですけど、まあそうした人もその圧力を安倍派幹部がかけていたっていうことがまあほぼ確定しているっていうか、それは状況を見れば明らかですからね。宮沢議員も もそうした圧力かけたかけられたっていうこと言ってましたし、あとも橋本聖子議員もあれはちょっとまずいみたいなことを言われたっていうようなことをその記者に漏らしていたっていうことありますから、官公令が引かれていたっていうことからも、まあ、そういう風にその説明責任からも全速力でもボルト級にの逃げ逃げるっていうようなことをこのま特に安倍派の人間っていうのはしてきましたし、まあ、あと他の自民党の安倍派のみならず今回起訴されたその二階派の二階派だと,と岸田派の人間もそうだと思うんですけど、そういう裏借りに関わってきた自民党の議員っていうのは6人その説明責任を果た してなかったっていうことがありますすからそそれについいててきちんとその真実を説明するっていうことこそ今求められていることなのになんかその派閥の存続を議論するっていうのはなんかちょっとずれてるっていうかそもそもその今あるルールを守っていないっていうその裏金っていうのは当然今の政治資金規制法でもあの犯罪ですからなぜそうした問題が起きたのかっていうことをきちんとその誠実に 包み隠さず説明するっていうことこそ今求められてるっていうふうに思うんですけど、まあ、そうじゃなくてなんか派閥を解消するか否かっていうふうに、まあ、そういうようなその議論にずらされるっていうのは本当、まあ卑怯だと思いますし、まあそもそも派閥っていうよりはその自民党全体の体質っていうふうな問題だと思いますから、まあこの自民党にそのクリーンな政治を実現するっていうことは、まあこの回答的出直しを行わないと絶対に無理だと思いますから、まあそうした点ではそのこうした政治を終わらせるためにはその自民党を政権から引きずり下ろす必要があるっていうふうに、 思いますし、あとまあこれ今内子さんのツイートでもあった通り、NHK とかまそうしたメディアもなんか派閥のあの存続がなんか焦点になってるみたいな報じ方をしてるんですけど、そうじゃなくて裏返りに関する真実っていうことに関する説明責任こそ自民党とかそうした議員には求められているわけですから、そこをそのずらしたような報道っていうのはまやめていただきたいなっていう風に思いますし、やはりこの問題はその新聞赤旗の日曜版のスクープでこの問題っていうのは始まっているわけですが、まあ、メディアっていうのもね、この自民党政権を散々や甘やか こから、そこに関してまあ根本的なその反省もせずになんかずれた報道をするっていうのは本当もう日本のメディアのまあ惨状っていうのを如実に表すようなその現状だなっていうふうに思うんですけどそれでまあ結局その派閥っていうことに関してはその岸田派があのまず岸田首相がその解散するっていうことを言ってそれに続けて確か安倍派二階派も解散するっていうようなことになって、まあ、それは別に好きにすればっていうかその派閥がなくなろうと自民党っていうその政党がある以上はこの政党がななけ あってその政党が政権を握っている以上は残念ながら改正時は終わらないっていうふうに思いますから派閥が解消されたからといっても企業からその献金をどん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 もらうようなそういうような政治が続いていく続いていてればまあ、この そうした、その、腐り切った政治っていうのは続いていくというふうに思いますから、これでは何の解決にもこの派閥解消っていうのは、なっていないんだろうなっていうふうに思うんですけど、ただ、まあ、普通こ、ここまでその自民党も支持率が下がっているんですから、まあ、せめて少なくとも、まあ、少しはその、まあ、謙虚、謙虚さを見せようとするのかなっていうふうに、まあ、思う方もいるかもしれませんけど、まあ、自民党を舐めちゃいけないっていうことですよね。まあ、自民党はもうどこまでも国民を舐めきる。まあ、それに関してはもう、どの党よりも長けてるっていうことは、まあ、今回も、あの、もう、 改めてちょっと感じさせられたっていうようなことがありまして、まあ、これに関してはね、国民をなめるっていうことに関して言うと、なんか頭悪いねとか、まあ、女性記者に対してそのすっごいなんか不誠実な逆切れを、あの、今回起訴された、えー、なん、何でしたっけ谷川議員ですかまあ、谷川議員がやっていたと思うんですけど、まあ、それと、まあ、肩を並べるとまではいかないかもしれないですけど、かなりちょっと舐め切ってんなっていうような発言をした人間がいますので、まあ、それを懲戒させていただくんですが、まあ、二階俊氏ですね。まあ、二階派の会長だったわけですが、当然。別に派閥が 悪かったわけでも何でもないんだもん派閥がなんか悪いことをしているわけでも金をごまかしているわけでも何でもないんだもんっていう風にこれ2階派を解散するっていうようなそれを発表する記者会見で言ってるんですからねいや悪か,悪かったわけじゃないんだったら解散すんなよっていう話ですから本当この人はなんかもう自民党の数ある議員の中でもこの人ほどなんかもう包み隠さずそのなんか自分をその誠実な人間として見せかけるっていうような努力すらしないそういうような極めてその不誠実な腐敗しきった政治家であるっていうことは言えると思います それがまたまた示されたっていうふうに思うんですけど、さらにですね、この問題に関して、国民の側を向かずに、まあ、安倍総理になんと、この、えー、裏金問題について謝罪するっていうような、そういうようなその気候に走った議員がいまして、えーまあ、西村康稔氏なんですけど、まあ、こういうようにツイートしているんですね。えー、いずれにせよ、このような結果になってしまったことについて、安倍総理に対し、大変申し訳なく思っております。 清和会は解散することを決定しましたが、まずは国民の皆様の政治への信頼回復に向けて、説明責任をしっかりと果たしたいと思います。その上で、安倍総理の強いご意思であった憲法改正、拉致問題の解決、積極財政など、日本の将来のために全力で取り組んでいきたいと思いますっていうふうに言ってるんですけど、まあ、その第一声がその安倍総理に対する謝罪で、いや、これ、安倍総理も確かになんか、夕刊富士とかが、なんかこの安倍総理はこのキックバックっていうものを廃止しようとしていた。 っていうようなことを言って で、まあ、それで、なんか、安倍は激怒したとか、ま、さすがにそれは客色じゃないのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そういうような、あの、記事を出していたんですが、まあ、実際その後、その各メディアで、この安倍元首相っていうのが実際、ま、このキックバックを廃止しようとしていたっていうことは、ま、事実だったっていうことを報じていますので、まあ、それは確かにその、ま、NHK でその安倍来産報道を行うことって有名な、ま、岩田明子氏とはいえ、まあ、この岩田明子氏っていう人がこの勇敢夫人に寄稿したっていうのが、この、え、安倍元首相はキックバックを止めようとしていたっていうような話のもと、ま、この 一方は確かあの人だったと思うんですけど、まあ、その人すら、その人でもさすがにそのなゼロから何かを熱造するっていうようなことはしなかったっていうことだと思うんですけど、まあ、ただ安倍元首相も当然その長年このキックバックっていうのを裏金でやるっていうことは安倍派で行われてきたわけなんですから、まあ、田崎史郎氏はなんか、たけ田崎史郎氏なんかはこのことはなんか森尾郎元首相時代から行われてきたことっていうようなことを言ってたと思うんですけど、まあ、そういうように長年行われてきて、あの安倍元首相もこれをそのずっとその知らなかったっていうわけがないと思うんですよね。そういうよういよな ことが横行しているっていうようなことを、その、きちんと把握できずに、その2022年ですよね。確かこの、安倍元首相が、あの、キックバック開始をっていうふうに言ったのは。ですから、まあ、そういうようなことの責任っていうのは、その当時、 あの、トップであった安倍元首相にもあるわけですから、まあ、安倍元首相がその腐敗に対して完全にその退治、ずっと退治してきたみたいな、そういうような妄想っていうのは、あの、まあ、ネットウ力の方々にはやめていただきたいなっていうふうに思いますし、こう西村氏もなんか、安倍元首相は何も悪くなかったかのように大、大変申し訳なく思ってますとか言ってますけど、まあ、そうじゃなくて、安倍元首相も、ま、いわば共犯ですよっていう話ですから、まあ、そういう意味でも本当おかしいと思いますし、あとその後にその初めてなんか国民に説明責任をしっかり果たしたいとか言ってますけど、いや じゃ説明責任しっかり果たしたいんだったら、も、ま、う、あ、きっちりその今どういうその事情があってこの裏金が発生したのかっていうことを、この西村っていう人も100万円以上この裏金があったっていうことが発覚していますから、今そのツイッターでも何でもいいですから説明すればいいのに、もったいぶってその説明責任をしっかりと果たしていきたいとかいうのは、そのもう、いやもったいぶらないでちゃんと今説明しろっていう感じですからね。そのように思うんですけど、まあ、さらに、え、ま、 憲法改正、拉致問題の解決、積極財政などとか、まあ憲法改正をやるっていう風に言うんですけど、まあこの憲法に関しても私も何回も言ってる通り、今自民党の改憲草案っていうのを 2012年に出されたものを見れば、この自民党っていうものの、この政党の最も悪質なその本質っていうものが分かると思いますので、まあそれもぜひですね、皆さんにも読んでいただきたいと思うんですけど、憲法改正っていうふうに言うとなんか9条とか、あとまああの解散権とか、そういうようなものもかなり議論されていると思うんですけど、まあ私はそれが本質ではないっていうふうに思っていて、まあ当然私はその平和主義を守りたい、まあ9条解約反対の人間ですから、そういう意味でもその自民党政治には反対なんですけど、まあこの自民党が本当にその最終的に絶対にやりたいっていうのを 自民党が国民に対しても従わせるようなそういうような独裁国家を作ろうとしているってことはまあ明らかですからまあそれはその緊急事態条項っていうものをその設けてまあその国会とか選挙とかをその緊急事態っていう風に政権が宣言すればもう停止してもうそれでもうどんどん,どん,どん人権人権延長とかも無制限にできるっていうようなそういうようなその会見を自民党っていうのは企んでいるわけですからですからそういうようなその安倍元首相が、えー、実現しようとしていたその独裁国家作りっていうのをこの会見を通じて自民党っていうのはやりやろう。 しているわけなんですから、まあ、それをですね、きちんと説明責任も果たしていない裏金議員の分罪で言うなっていう話ですし、まあこういうようなね政治をあの止めるにはやはりまあメディアが腐っているっていうことで、その国民がきちんとその政治の腐敗っていうのを理解できていないっていうようなこともあると思いますが、とはいえやはり今回その自民党の支持率支持率っていうのもあのかなり下がってきていますからね。まあこれでそのまた上がっちゃって、そのまた自民党が選挙に勝ったらこの腐敗政治っていうのは残念ながら続きますから。まあ昔なんか安倍政権時代には。 なんかそのテレビのテロップで国民がどうせ忘れてくれんだからもういいじゃんみたいな政権幹部の舐め腐った発言を出すテロップがかなりあの反政権側では話題になったっていうことありましたけど、そういうようなねメンタリティで今の自民党政権ま岸田政権っていうのもいると思いますから、まそうはさせないともう今度こそは絶対にこの自民党政権を終わらせなきゃいけない。そのためにその一人一人国民が声を上げてまこの腐りきった検察っていうのもあのもう世論がどんどん変わっていって政権が変わったらその自民党に甘くする義理も。 ま、ないですからね。まあ、この、社会が変わるっていうのは、この、小選挙区制で、ですから日本は特に、まあ、政権交代っていうのはガラッと、ま、国民が本気を出せばできるようなことですから、まあ、きちんとその国民が、その民主主義の、え参加者として自覚を持って自民党政権を終わらせて、まあ、っとうな政治を実現するっていうことが、ま、重要になってくるっていうふうには、ま、思いますよね。この動画は以上となります。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。